今回は平成28年度第一種電気工事士技能試験公表問題ナンバー7の伏線図の解説をしたいと思います。ナンバー7は、第一種電気工事士の、技能試験公表問題の中でも、かなり特殊な、カエルであります。これは、CT の回路でありまして、今まで の、その証明回路等とは全く、異なるような、内容であります。まず、電源が、3層3線の 6600V で来ておりまして、ここから、CT によって、変流いたします。高圧の回路はそのまま、この変圧器に入りまして、3層3線の 200V に変圧されると。内容であります。 CT の回路の、先は、この過電流系電気ですね。過電流系電気に入りまして、そこから、電流系に入るといった、流れになっております。施工条件を確認していきますと、まず、変圧器や CT 過電流系電気はすべて代用の端子台を用いて、結線いたします。これはどういう内容になっているかといいますと、変圧器の端子台ですね。端子台が RST UVW といったことで、色が指定されておりまして、 UVW で赤、白、黒といった内容であります。 CT の端子台はこの大文字の KL が高圧側、小文字の KL が低圧側といった内容であります。過電流系電気の端子台はこのように C1、C2 というふうに、なっておりまして、ここに、電、つないでいくといったことになります。続いて CT の、CT の結線図は、このようになっておりまして、CT は、通常ですね、赤層、RST とあったら、R 層と T 層2層のみ、接続いたします。これはどういうことかと言いますと、ベクトル図の、考え方、3層のベクトル図を考えますと、R、例えば ST となっていた場合、 R と、T 層を足したものは足したものは、マイナスの S という形になりますので、S 層は、CT を使わなくても、求めることができると、検出するということができるといった、考え方から来ているものであります。ここには、記載されていませんが、これは上が、小文字の K、 下が、白線が 小文字の L ということになります。電流の流れとしては K から出て L に戻ると、つまりこの白というのは赤層と黒層の合成のされたものということになります。では細かい施工条件の内容を確認していきますと、図の1に従うと、端子台も指定と、続いて CT の大文字の K 側を高圧の電源側として使用するといったことであります。そして CT の1端子に結線できる電線本数は2本以下ですね。CT の接地点は CT の2次側 L 端子に結線するといったことであります。つまり、この結線図から分かりますように、低層の CT から R 層の CT に白線を渡してやる必要があります。ということは必然的に1端子に結線できる本数が2本ですので、ここに、緑線が入るということが分かります。で、2次側の渡り線は白線ですね。続いて、過電流系電気に至る配線は CT の2次側 K 端子から過電流系電気の C1 端子といったとしてあります。変圧器の接地線は V 端子に結線するということですので、この白線の白層ですね、 V の白線のところに接地が入ります。続いて、中身を、色別は、接地線は緑、これはよろしいかと思います。続いて、CT の2次側は R が赤、T が黒ということであります。必然的に、CT の戻り線は白になるということであります。
続いて変圧器の2次側の端子は、配線は U が赤、V が白、W に黒ということであります。これらの色別や、配線図を、考えたまま、複線図を書いていきたいと思います。まず高圧側の結線をしていきます。 KIP 線が、このように入ってきております。これが、R 層ですね。 R 層です。 S 層は、CT がありませんので1本そのまま、端子台に入っていきます。続いて低層ですね。続いて、CT の、二次側の、配線の前に、変圧器の二次側の配線をやっていきたいと思います。施工条件から U、V、W、赤、白、黒ですので赤、白、黒という形で、配線が接続されていきます。そして接地線は、V 端子に結線するということが指定されております。続いて CT の、CT の回路を書いていきたいと思います。まず、R 層ですね。 R 層は赤ということでこのように赤線がきます。続いて、黒ですね。そして、L に白で戻りが入ります。そしてここからこのように渡り線で渡ると。そしてここの L 端子から緑の接地が出ます。今度、家電流系電気には接続はどういうふうにするかというと、ここが CT の回路の大きな特徴ですが、 CT の回路は負荷はすべて直列に接続します。ですので R 層の家電流系電気 C1 に入ったらそのまま C2 で出ると。これはですね、ここは CVV を使用いたしますので、黒で、白という色別にならざるを得ないんですね。ですが、この赤から入ってというのは変わりもありません。続いて、低層ですね。低層も黒で入って、白で出るといった色になるかと思います。そしてまた、黒に戻るですね。白線は、白線はこのまま、戻りということになります。回路の、接続は、以上になります。この CT の回路、非常に特殊な回路でありますが、出し方としては、この形でしか当然出てきません。今回は、我々のセンターの方でこの色別の条件は考えましたが、実際にはこの赤線と黒線が逆転するといったことも、考えられます。基本的には L の端子の戻り線は L への戻りは、白になるというのは、通常の変わりはないと思いますが、R 層と T 層の色は、こう指定されるかどうかというのは限りません。くれぐれも施工条件をよく読むことと、CT の回路は、必ず負荷が直列に接続されるということを十分理解していただきたいと思います。